48をしてますか？AKB48 存じ上げておりますよ、ね、はあ、大島優子もおらんわ、なんやもう分からへんけど、パルル渡辺真由優、あ、真由優かよ、もう指原、あ、指しかいな、あ、そうやねとかやろ、 AKB が結構 CM ソングやってんの知ってる？いや、まあさ、やるわな、日本で一番売れてるアーティストなんやから、ここ3年ぐらいもうずっと日本で別格で売れてるアーティストなんやから、まあみんな CM ソングやる、サザンだってやるし、ミスチルだってやるし、くるりだってやるし、まあアイドルなんか それこそ CM に引っ張りだこやからな、いつの時代だってな、 CM ソングやってんねんけどな、いやこれ全然 AKB のディスでもなんでもないけど、いやすごいなって思うんが、いやあんましそういうのってなかったよなって思うんやけど、いや普通 CM ソングでさ、まあ、ミュージシャンがそのまま出てるのもあるけど、そうじゃないやん。コカ・コーラの桑田佳祐みたいな。桑田佳祐出てたっけ、なんかけど、まあだからくるりがジュビリーの BGM で、菅野美穂が千代豚の CM とか、まあ普通はもちろん別やんか。まあ、あくまでバックグラウンドミュージックやもんな。そう。で、AKB はまず本人ガチで出てんねん。もうアイドルやしな。で、歌詞が、歌の歌詞が、もう替え歌やねん。恋する充電プリウスや。恋する充電プリウス、未来はとか、なんかバイト中みたいな。なんか、しかもちゃんと衣装を着て、ライブをやってるがごとく、メンバー全員が知らんけど、20人ぐらい出て。で、あんまなくない？そんなさ、ガチでさ、しかも本人歌ってんねんで。あれちゃんとレコーディングしてるやろ、全員集まって。そうやろな。まあ、そういう時は普通はバイクを売るなら、バイクをみたいな。そういう別のね。三井のリハウスみたいな。それ用の歌やもんな。歌やのに。恋する充電プリウス言うて、ああ、しかも元の歌やもんな。それこそ お酒のカローラ2とか山崎正義のお家へ帰るシチューがどうかとかじゃなくて、既存の歌の歌詞をカーン変えていく感じや。でもいや、あっぱれ、見事やなと。でな、これがまあ一方カートコバーイズムで行くのであれば、もう今はなくしたないや、考えられへんと。いや、歌詞ってやっぱめちゃめちゃ大事やんか、アーティストにとって。しかもまあ、J-POP なんて割と歌詞のボリュームが大きいもんね。7割、8割歌詞やろ。ただ、まあメンバーたちが書いてる歌詞じゃないやろうから、ただなんやろ、それを屈託もなくやな。いわゆるアーティスト精神というかさ、クリエイティビティとは超反した、カート・コバーンが一番誇る、商業イズムに乗っとった、をニコニコしながら、まあ、いわば大人たちの世界のこうロールプレイングの中で自分たちの与えられた役割を、だってさ、ちょっと前まで恋するフォーチューンクッキーって歌ってたそのままのトーン、そのままのグルーブで恋する充電プリウスって一個の商品をさ、ってちょっとでもカッコつけて僕はアーティストだからっていう人は、まあ、したらあかんやん。せえへんやん、それ。まあ、いや。アイドルもちょっとずつ、こう、アーティスト気取りになってるとこもあるし。なっていく中でさ、いや、歌詞に誇り持ってるんで、みたいな。伝えたい思いがあるんで、みたいな。君のことが好きだから。好きだから、つって言う人からしたらさ、絶対やったらあかんことやんか。いや、もう魂売ってるしさ。そうやな。を、ぐっとくもなく、みんな揃ってガチでこう踊りながら、バイト中、つって。バイト中ってそれすごいな。すごいよ。いや、これがだからね、やっぱすごいよ。そんな時代よ、やっぱし。それができたら逆に何でもできるやん、だってもう。そうやな。何でもできる。もう、全然アーティストでも何でもないし、もうそうなってきたら。ほんまなんか、声出しマシーン。ビジュアルと、まあ、着せ替え。ほんまにアイドルよな。あ、だからまあ、そういう意味ではまさにアイドルよね、偶像。その代わり俺はアーティスト、クリエイターみたいなことを AKB が言った瞬間、もうまたもう一回ここで、バッサリと、天なるカート兄貴、僕に任せてください。2010年代の、アンチコマーシャリズムはっていう、俺のに与えられた役割があるから、カート兄貴から。カート兄貴から、じきじきにな。そう。いや、それできるってでもさ、どうなんやろ。ちょっとこう、ネガティブな、ないんかな、彼女たちには。だって自分たちの曲の歌詞をやで、完全なるコマーシャル、恋する充電プリウス言うてもてんねんで、一個の商品名、ブランド名言うてまうみたいな。
すごくない？なんか。そうやな、もうだってそんなん言い出したら力出る、リポビタンデー。なんでもほんまにお家に帰ったら、バーモントカレーでもなんでも。もうフォーチュンクッキーの曲で20曲ぐらい弾ける CM があるみたいな。新しいけどな。いやだから、偉いわ。ほんまに大人たちの言うことをさ、ただほんまにだからそういうアーティストみたいな、ミュージシャンみたいなこと言った時には俺はもう許せへんよ、その時には。そういう人はやめていくんかな、やっぱり。大島優子的なことかいの。大島優子はどうなんやろな、わかんないけど、前田敦子とかさ、もう女優化してるやん、もう今や。一応ね。なんか、ゴダールの映画が好きやったりするやったけど。そうそう、ゴマさんのなんか、そうあんなとか見て言うてるから、結構その、ほんまに映画好きな人なんやと思うねんけど、でそうしたらやっぱもうちょっとやっぱしカートニーヤンの教えがやっぱどうしても出てくるんじゃないの。そうか、いやでもなんかすごいなって思うわ、あれを屈託なくできるっていうのは、いやほんまにあのこれは皮肉じゃなくて、コンシャスラジオ、コンシャスラジオ楽しいな、AKB もそうやし、屈託なくできることの凄さというか、もう何でもできるやんみたいな、そうなったらね、もう脱いでもうたみたいなもんやからね、いわばね、もう世界の終わり、セカオワ、セカオワ、あのスリップノットみたいな人におる場所でしょ、 DJ ラブやろ。あ、そうなんや。いや俺あの人たちにも同じ、全然方向は違うよね。けどあの屈託のなさというか、あこれ危ないから屈託なく持ちラジにするからここやれるペティタミコさんがっていう意味で言うと、あの世界の終わりって頭からケツまで、まだ終わってへんからケツじゃないんやけど、まあ、最新のとこまでほとんど中二病なんや、エピソードのほぼ全てが。なんか代表曲聞いたことあるような曲あるっけ、でもセカオワ。あれなんかあるで、なんていうか CM ソングか、CM かどうかわかんないけど、あのオリコンでももうなんやったら1位とかぐらいやし。そうやね、いやいや人気なの知ってるよ。 それでも確かに田中さん言うてたけどな、この前、すんごい自意識に、うんうんうん、自意識と薄っぺらい世界観に、曲の歌詞とかもあのペラッペラやねんか。いや別になんかほんまによくできたポップソングやと思うねんけど、なんか世界平和とかすぐ祈り出すの、なんか知ってるわ俺。だからそれ田中さんが言うてて、俺もなんか歌詞一個ないだかな、なんか調べた俺も、田中さんがそれ言うてた確か、もう きついねんでもできついねんでうきついんやけど、いっぱいちょっと要素があんねん、確かにそういうちょっとこうファンタジックな世界観とか、そのとはいえちょっとそうそう正しそうなことを言ってるとか、このなんかいっぱいあんねん、あのちっちゃい薄いでもめっちゃ曲もキャッチーやし、でそれ全部こうちゃんとパッケージ化して、ほんでなんかちゃんとバンドにああいうなんかスリップノットみたいなやつがいてみたいな、んでなんかもうほんまもう作られきってんねん、でこいつらなんかだんだん嘘ついててもほんまになっていくんじゃろうかなぐらい作り込んでんねんけど、それを聞いてると、でもありし日の椎名林檎みたいなイメージがちょっと出てくるけど、あ、椎名林檎、まあ言い方変えれば12秒で周りを固めたアーティストやからね。椎名林檎をもっとなんていうかな、俺やっぱ今っぽいと思うねんけど、なんかもっと世界観があのごったにやねん、なんかで全部がそれぞれこう 薄いねん、やっぱり徹底されてない、徹底さ、まあ、ある意味そういう意味では徹底されてんねんけど、まあ、逆にね、ほんでいや確かにこれは流行んのはなんか分かるなと、フックいっぱいあるし、フックがそれぞれ分かりやすいし、その理解するのに、あんまり頭いらんみたいな、このただもうそのままサプリメントみたいな、すぐ摂取できるみたいなのを、世界平和とか、そうなんかファンタジーとか、ほんでなんかあのそれこそあのハロウィンで渋谷でわーみたいなノリでライブとか行ったらみんなこうあの仮装してきて、でなんかあのあまり明らかに分かりやすい、あのすんごい簡単なあの世界観を、世界観ですって言ってたし、これ世界観っていうかみたいな、なるほどね、もう提示してて、でそういうのにみんながあんまりこう深くこう遂行することなく、あのむしゃむしゃ出るみたいな、なるほどね、まあ、ぶっちゃけ一番最初は嫌悪感、まあまあ俺もまあ聞いてる限り、もうだってまあ一番しょうもないところやんかそれって、だってまあまあ聞いてる限りね、そうそう、で曲も別に、まあ、キャッチーやし分かるけど、全然
うん、まあなんか、あのピンとけへんしなって思ってたんやけど、まあよくよくこうでも今こういうの流行るの分かるなと思って、こういろいろ考えていくと、あれをこうガチでできるっていうのはもう最強やなと。なるほど。で仮に俺が今音楽やりたいなって、でメジャーデビューしたいなってなっても、であれ受けるって分かっても、やっぱできへんもんね、やりきられへんし。うん、そうやね。いや、まあ、なんかよく覚えてるのさ、オレンジレンジの人たちがさ、iTunes の特集でさ、普段の自分のフェイバリットのみたいなんでさ、まあ、比較的センスのいい曲を聴いてたのよ、オレンジレンジはみんな。スクエアプッシャーとか、まあ、そのレベルやけどね、とはいえ、Apex Twin とか。でも、なんかいい感じ、つって、あれできるってでも確かに最強よね。だってお仕事なんやからさ、全然いいやんか。最強よね、まあね、強いよね、あれができるっていうのは。なんか、ほんまにそれはすごいよ、もう。だからそういう、なんていうんかな。なんか変に自意識がやっぱこう邪魔しちゃうやんか。こう、こんなんやんのダサいな、みたいな。そうやな、いや、そこもなしにさ、天然、なんそれでも「世界の終わり」とかはどうなんだろう。いやー、天然なんちゃうか。あ、そう、いや分からへん、もうなんか全部計算づくで、これ俺今めっちゃ痛いことやってんなって思いながらやってて、それさえも見せずに演じきってるんかもしれんけど、だからね、フェイスブックミュージック SNS ミュージック自意識と安っぽい、その健太がサプリって言ってたけども、一番上の方にある言葉、表層、嬉しい、悲しいみたいな、まあ、Facebook でもそんなんやんか、ありがとうとか、もうそれだけの、なんか、じゃあ俺がそれな、ちょうど思い出したわ。なんか2週間ぐらい前に、あれなんだ、女子大学駅伝みたいなのやってて、で、立命館がなんか優勝したんかな。で、俺今年の、お正月の箱根からちょっと駅伝コンシャスなんよ。おお、すごいな。駅伝面白いよ。なんかいろんなドラマあって、なんかルールとかも面白いし、なんかたどり着けんかったらなんか足切りで出発するみたいなとか、なんかいろんなドラマあって面白くて、まあそれちょっと家で見とって、で、立命館の女の子が、立命館が確か優勝して、3連覇かなんかで。で、表彰状のところで、当然アナウンサーが、こう、喜びのコメントみたいなのを言うんやけど、聞いてられへんぐらい低血なんよ、皆さんの応援の力で、感謝の、皆さんに感謝の気持ちを送りたいと思いますみたいな、一つお前自分の言葉ない、それで、いや、喜びって言えば自分のもんやからさ、でさっきドラマあるって言ったけどさ、もうそのチームにはそのチームのさ、歩んできた道があるし、チームだけ、そのメンバーたちだけのなんか育んできたストーリーみたいなのがあるのにさ、なんか感謝の気持ちを述べたいと思いますみたいな、いやもういやアナウンサーも分かってるやろうし、いや、何その何も考えてないコメントみたいな、いやもうがっかりというか、あ、もうそれぐらいみんな、なんかまあ言葉に意識的じゃないというか、まあもともと2、3回前にそんな話確かしたけどね、言葉なんてもう気持ちを伝えるもんじゃないみたいな、インデックスでしかないと、過去の似たようなシーンを引っ張ってくるための本でいうところの爪、右にあるピッ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 っていうのをなんかトリガーでしかないっていう思ってたんやけど、俺もほんまがっかりして、とはいえスポーツ頑張っててさ、しかも立命館でまあそれなりに偏差値もあってさ、なんか人間形成としてまあなんか健やかな形として育ってってると、しかも日本一になるようなさ、でこの子なんかめちゃめちゃいい会社に就職していてさっていう子が、あんなしょうもないコメント残すかと。びっくりした。ほんまにびっくりしたね。もう、何やろ、家族や、なんとかに、何々を捧げたいと思います、みたいな。嘘つけと。そんなこと、そんなわけない。今思ってる気持ちそんなんちゃうやんけって、思うやん。Facebook か、SNS か。だから、勇気たちが SNS やれへんで、かたくなに言って Facebook やれへんって言えば、ほんま正しいと思うもん。ほんまな。立命館、頑張れ。